じゃあ今日はね、はい、やっと、はい、ザ・消費者団に あ、でもさちょっと突っ込んでいいですか、はいはいはい、あのロープウェイの方ね、はいはい、ガイドさんね、はい、消費者団はスッと言ったんですけど、はい、その後なんか一個噛んどったよ、ね、噛んでました噛んでました、あのたわいもないところで噛んでましたね確かに確かに、それは僕ちょっと気になったんですよ、そこ気になりました、消費者団は言えるんですけど、はい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 、まあ、通称 S ね、はい、は言えるんですけど、はい、あ、泉式部ってどっかで 見ませんでした、はい、お墓半年ぐらい前のお墓、伊丹かどっかで見ましたよね、そうです泉式部の、すげえすげえ、ここで繋がった、すごい人やったんじゃないですか、ほんまですね、え、男の人、え、想像と違うな、違うな、え、繋がりましたね、半年経って、え、どっから500円いるんですか、あれって言います、これ女の人っぽいですけどね、あれ、泉式部だったんですか、 あれ女の人やったんじゃん、実は年取ったらこうなるんですか、まあ確かに、確かに確かに確かに、おばあちゃんになったらもう触れんときましょうか、そうですね、女性に年のこと言うのはなしなんでよう覚えてましたね、でもね、そうなんですよ、ベアにしては僕最近これ触れる機会があったんであ、そうなんです、あ、そうかそうか、はい、ね、半年遅れのあれでね、あ、ちょうど、はい、これちゃいます、これ入ったりですね、これだからこれまさかのね、はい、ここから先参拝所につき撮影禁止ってなったらどうします、え、聞いときましょうか、一応聞いときましょう、大丈夫でしょう、写真動画一応聞いときましょう、はい、で動画なくても行くのは行きましょう、行くのは行きましょうね、はいはいはい、あ、バスどうします、頑張って歩きます、バス代はどこで払いますか、バス代は乗ってちゃいます、動画撮るんやったら歩く方がね、そうですよね、はい、途中で刻めますからね、まあ、最後途中で乗せてもらったらいいですよね、そうなの、ちょっと待ってって、はいはいはい、確かに確かに、いやもうだからしんどそうに歩いとったら止まってくれます、あ、そうですね、いや、ちゅうかやっぱりここで行きましょうよ、すげえじゃないですか、金すげえじゃないですか、足入っていいんですかね、あ、いいでしょ、階段あるから、ほんますか、あ、ベンチしちゃいますよ、あれ、あ、これすごい良さそう、ほら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 、これも座っていいんですかね、これ座っていいんかな、どうかな、アートです、ね、あ、顔なってる、アートですね、はい、ただね、こっちも、え、あんまり興味ない、こういうの、そうですね、ないんですね、ただね、はい、ちょっとふらついてきましたね、はい、ふらついてきました、ね、あ、水飲まんと、水いっとかんと、水飲んとかんと、水いっとかんとね、はい、ここから、はい、登ったらいいですか、そうですね、トム・クルーズも歩いたかどうかは分からんけど、トム・クルーズでも意外に歩いてるかもしれないですよ、鍛えてるから、ああ、でもヘリで来た言ってましたよってことに しといてって言ったかもしれないです、あ、なるほど、ハリウッドガン出したいんで、逆にハリウッドガン出したいんで、なるほどね、でちょっと太めのスタッフさんがみんなヘリコプター移動してるかもしれない、あ、そうですね、お前らもういけいけ、はいはい、金はわしが出すから、出すから見てられへん、かわいそすぎるっていやでもめっちゃいいじゃないですか、これあの何でしたっけ、はい、星野ブランコの、はいはいはい、とこで歩いたことを思えば、思い出しますね、はい、それを思えば全然、そうですよね、歩けるでしょう、行けます行けます、坂道20分言ってましたよ、坂道で20分きついですよね、坂道20分1キロ、あ、でも途中こういうの見れるんですから、だからね、行きはねやっぱりね、帰りが苦痛かもしれないですよね、はい、いやだから武士になったつもりで、確かに昔はバスなんかなかったんですから、カゴあったでしょ、カゴあったな、カゴありましたね、カゴあったな、ったそういえば馬持ったでしょ、馬ありましたね、ここ馬登れますね、戦国時代って馬車っていう発想はなかったんですかね、おだって荷車はあって、はい、馬はおったじゃないですか、はい、それ混ぜるっていう行為には至らんかったんですかね、はい、え、日本で馬車ってあんま聞かないですね、聞かんでしょ、明治とか、はい、あの江戸の終わりぐらいでしょ、はいはい、確かに西部劇とか見たら馬車乗ってますよね、馬車でしょ、だからね、はい、想像もつかんかったんですかね、いや、もしかしたらあったんですかね、聞いたことないです、ね、聞いたことないでしょ、ないです、とした疑問でしょ、ないです、こんなんはいいんですか、こんなんも、はい、こんなんいっぱい手出てますよ、手、そうですね、はい、怖いですね、てか馬車の謎に迫ります、今度、確かにね、聞いたことないですよね、あの幕末ぐらい
明治維新、そう明治だから、西洋文化が入ってきてからでしょ、はいはいはい、あ、ってなったでしょ、あそうなんて、あそうやったんて、そういうことみたいな、だってね、はい、荷車人がこうやって押してるでしょ、はい、これを馬につないだらって誰も思わんかったんですかね、はい、確かに、でそこに乗るという発想がねもう一個ね、でしょうね、確かに確かに、はい、言われてみたらこういうのあるんでね、そういうことなんで、はい、そうか、確かにそうですわ、あんだけ、はい、織田信長とかも、はい、西洋かぶれして、はいはいはい、うわぁ、はぁ、我覇者なり言ってたけど、はい、馬車は思いつかんかったんでしょうね、でしょうね、でしょうね全部もらいもんなんでしょうね、え、どうやろう、水戸黄門とかで、馬が馬車引、馬が荷車引いとったかな、あの、牛とかね、牛も引いてないか、あんまりでも描かれてないですよね、そういうのね、確かにないですね、ないです、ないです、確かにないです、だってそのね、はい、荷車とかにペダルをつけるっていう発想もなかったんですからね、はい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 、これだってね、普通ね、こうやってくるくるって回転してるタイヤ見とって、はい、え、ちょっと待ってって普通ならないですか、あ、これちょっと焦げんちゃうみたいな、自転車みたいに、自転車みたいに、そう、ちょっとこれ足でこうやった水車とかあったわけでしょ、あ、はい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 水車とか作れるけど、はい、はい、確かに確かに、その自転車っていう発想には至らんかったでしょうね、そうでしょうね、きっとね、はい、っていうね、じゃあ明日の動画もお楽しみに。